どうも、マジックプリンス中田かおるです。さあ、今日はですね、まあ、実は撮影日が10月6日誕生日当日ということで、私中田かおる25歳になりました。まあ、夜はね、3人メンバーで稼働するんですけど、まあ、それまで時間があるということで、他のメンバーも何やってるか分かんないので、それまで、まあ、YouTube 撮影しようかなと思って今ここにいます。何をしようかと言いますと、ケーキを一人で作ろうと思います。プロフィール欄にね、スイーツ作りが趣味と私は書いてありますので、やっておかないと本当にできるんですかと言われるのもちょっと尺なので、今回はチョコレートケーキを作ろうと思います。イエーイ。チョコ好きなのでね、それを作っていこうと思います。これだね、最初はこれを、この中に、卵の中に入れますね。まずこれは、砂糖とトレハ合わせたやつですね。砂糖80、トレハ20で、これ卵4つ入れたやつなんで、ここに混ぜます。よっしゃ、 OK。 で、これを軽く混ぜて、混ぜます。で、こちらが今ですね、50度ぐらい、約50度のお湯なので、ここに入れます。で、これをね、37度ぐらいですね、温度計置いてみましょうか。これをやってる間に、次こちらですね、まずは薄力粉60、浮き粉20、ココアパウダー15入ったやつがありますので、それをここに入れて、こう振るってやつですね、振るっていきます。スイーツ作りって、僕はこれは、ま、学んだことなんですけど、この分量は絶対に守らないとダメなんです。 1g でも違うと違うんですよ。ちょっとぐらいいいやっていうのはダメなんですよ。これは学びました。振るっていきます。おお、もう今すごいココアパウダーのいい香りですよ。サラサラです。今こんな感じです、ざっと。はい、これをもう一度やります。2回繰り返します。よっしゃ、 OK。 31度ちょい待ちましょうか。はい、まあ、例えば36度なんですけど、まあ、7度になったり6度になって下がったりしてるので、まあ、こういう差 OK かなと思います。じゃあ、OK、で、これに刺します。これで、混ぜていきます。まあ、強い高速ので4と33そうだね。高速4分、ちょっと遅い中速3分、低速3分で10分やっていきたいと思います。よーい、スタート。おーおおお、すごい速い。おおおお、速い。めちゃくちゃ速いね。だいぶ膨らみましたね。もう腕がパンパンです。あと30秒ぐらいですかね。 OK。 すっごいふわっぽいんだ。んで、次の工程ですけども、この先ほどの振ったやつを入れていくんですけど、3回に分けてやって混ぜていきます。まず1回目なので3分の1ぐらい入れましょうか。どんなもんやろな、3分の1。なんかこれが大事なんですよね。
香りだ。もうよろしいですかね。いやこれ食べたら食べたいな、これ。よし、OK。じゃあ次の工程に行きたいと思います。さあ続いてなんですけども、今これ泡立てました。でこれバターと牛乳です。でこれをこっちに入れたいんですけども、一気に入れると泡がなくなってしまうので、少しずつ、まずこれをちょっとこっちに入れます。よいしょ、少しだけね、少しだけね、こんだけ入れます、こんだけ入れます。これをまず混ぜます。お、オーブンが温まりましたね。で、これを一気にこっちに入れます。全体にこれ混ぜる、意外とね、難しいんですよ、均等にね。簡単そうにやってるけど、ただ混ぜるだけじゃないんですよ。こういう線でこうやってやってたらこっちができないから、ちょっと回転させてこうやってやる。これで全体に混ざるという感じですね。それじゃあこれを入れていきます。うわー、おー、美味しい。あ、どうだ。あ、危ない。はい、うわっ、これで30分、 OK。 待ちましょう。できました。おい、膨らみやんけ。ここまでいいところで来て、冷ましてる間に生クリーム、やっぱりチョコケーキなのでチョコ生クリームでいきたいと思います。はい、今生クリームとチョコ、あとこのミーでやるだけです。飛ぶね、結構。なるほどね。一でやりましょう。結構いい感じになってきましたよ。
いい感じじゃないですか。あとは冷めたら半分にやって待ちます。さあということで冷めましたね。これを半分に切っていきますけど、この作業がすごく大変。この断面の部分にこのシロップを塗っていきましょう。これは塗ってようやくこのクリームを塗れば本当にケーキらしくなってきますから。うお、回転する。さあということで、はい、カオルがね今日誕生日当日だ、一人でケーキ作るんだって言ってたから、その情報だけね、そうあのマネージャーさんが聞いてちょっとサプライズで、どうせ俺らはその夜会うまで暇だと思ってるから。そうね、行くか。行きましょうか。え、ここで作ってるのね。そう、すぐ隣のところで作ってるんだけど大丈夫かな、行けるかな。行く、行こう。よし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 お疲れ。どうしたんすか。なんかここに一人寂しく、なんか自分でケーキ作るっていうのを情報だけ聞いたら遊びに来たよ。なんで作ってるやん。ガチやん。なんでいんの。ガチで作ってるよ。作ってますよ。これ一回やったの。はい、スポンジからすごいね。何言っとなんかたね、一人でねケーキ作るのもかわいそうだなっていうことで、空いてた。まず聞いてた、なんか一人でケーキ作るっていう企画をするって、うん、なんか寂しい企画してんなって思いながら乗れよって思う。マジっすか。マジっすよ。どうせ夜あるならな、行くよ、ね、行くよっつって。そう、だから仕事ね、なんかあるんかなって言って、が午前中とかあったけど無理やり来たよ。そっちやめて、うん、もう仕事よりすいません仲間の誕生日もうちょっとマジっすか。仲間が一人寂しくケーキ作ってるんで、そうですよ、行かせてくださいっつって。もう8割方できてます。間違いない、一番大事なとこ終わってるもん。じゃあこっからちょっとじゃあ一緒にやりましょうか。うん、いいっすか。何やってるの。え、もう今ね、断面とシロップ塗ってもうチョコの生クリームを作ったんで、いいとこ塗って本当に装飾して完成ですよ。なるほど。一応俺らはね、ちょっと今の音がするから持ってきてないんだけど、外に置いてあるんだけど、うん、だからちょっとね、トッピングというかケーキ乗せられるようなものも買ってきたから。あ、そうなんすか。うん、別にもう使っても使わなくてもいいぐらい。いいぐらい。あ、じゃあ後で見ていいですか。全然いいよ、装飾するときに。うん、オッケーです。じゃあ一緒にやりましょうか。はい。うわ、さあ、ここからは3人で。何やってんの今。今は、うん、断面をこうシロップを塗って次この生クリームを塗ろうかなと思ってたところなんです。お、すごい。続けてもらって、それをやろうかなと思ってます。じゃあチョコケーキ作ってるやんてか。そうですよ、チョコを。まあ一応ね、一人とはいえど大志くんの好きなチョコで、装飾でもヒカルくんがあんまりちょっと苦手としてるイチゴは省きました。あ、はい、マジプレイを一人でも出してくれてたんや。そう、ね、そしたらもう案の定来たわと来たわちょうど来たわ来たぞ。そう感じなんで、うん、すごい。これ塗っていきましょうか。塗ってもらって。これでもこれめっちゃ難しいんでしょ、この塗るのって。むずいよね。え、これやったことあるの。でも別に全然これはこれありますよ。あ、じゃあもうコツは分かった。あ、でもなんか確かに、うん、うまいな。なんかうまいやん。同じ厚さに、まあなんかやるんですよ。均等にね。うん、均等にやるんだけど、まあむずいな。むずいで。そう、なんかめちゃくちゃうまいくない。うん、普通にうまいけど。うん、全然うまい。こんな感じか。でもじゃあバナナ入れていきます。ノープランで今来てる、ね、すごいね。まあ適当に、まあ、適当に。うん、バナナ食べるでしょ。バナナはね、美味しいからね。チョコバナナってことでしょ。そういうことや。絶対うまいね。そう、チョコと合うのはバナナだなと思って。うん、いいや、豪華やね、豪華。おげー。で、この上からまたクリームが入れちゃう。あ、
なるほどね。あ、なんかケーキ、あ、ケーキだな。こんな感じだな。リーダー何も食べ続けてるから。そう、俺食べてるから。もう詳しいから。チョコケーキはずっと食べてるから。好き？好き。好き。好き。子供やん。好き。子供も好きやん。俺の 5歳の甥っ子と全然変わらんね。返事。パン好き？うん、好き。好きしかないな。どういうとこが好きとかもないよ。もう別に。もう好きか嫌いかな。まあでも中はね、多少クリームと綺麗になったけど、こう。そう、かぶせる。蓋刺すから。よし、蓋刺す？おう。蓋刺す？蓋刺す。じゃあ、こっからちょっと、お願いしていいですか。あ、俺らがやるのか。いや、3人でやるのよ。なるほどね。ええ、うん。やらしてもらって。どうぞ、じゃあ。じゃあ、俺一回こう、クリーム、デンデンデンってやるばかりやるから。やるばかりね。これもう、ブーってやっちゃっていいから。いいよ。初めてやんねんけど、俺。これ見た目ですからね、外ですから。楽しみ。めちゃくちゃチョコのいい香りするやん。綺麗。おりもんの良い。うわ、ね、いいね。もうちょっとしよう。おいよ。あ、いいぞ。これで？こっから装飾よ、もう本当に。あ、なるほどね。うん、好きなのせたりみたいなやつをやる。いい感じにやる。いい感じ。よし。オッケー。すげえ。いい、すごくいい感じですよ。え？こっから果物の装飾ですよ。ね。で、我らはできたのがあるの一応。え？え？買ってきたのがある？そう。何？まず、お、シャインマスカットね。おお。これはもうリーダーが合うんじゃないか。いや、ちゃんといいとこで買ってきてるじゃん。そうやろ。うん。で、あと、なんか桃のゼリー。桃もいい。いいよ。あと、生ハムですね。え、生ハム。生ハム。はい。生ハム。あと、板チョコ。あ、これはチョコレートプレートの。あ、プレートですね。いいね。プレートでいい香り。チョコ、まさかチョコだと思ってなかったから。なるほどね。こっちもあるんで、じゃあちょっと。あるんや。それと一緒に合成しましょう。はい。装飾、開始。さあ、装飾していきましょう。もう。まだ好きにやっていいの？材料こちらです。で、先ほどの生クリームを、うん、この、じゃあ、ポイって絞るやつ。先にじゃあ、それやった方がいいんじゃん。そうだね。生ハムの匂いがすごいな。まあ、すごいよね。せっかくのチョコレートの香りを今。なんもない。邪魔してるな。それ先にやってから乗せた方がいいんじゃん。そう。だから、これを周りに全部やろう、俺は。頼むわ。あ、だからなんかうまいやん。なんか、プロのスピードでやってる。うん、ああ、いいやん。ええよ。ええやん。おい、なんか割れていいんか。ええやん。え、綺麗じゃん。ね、なんかあの、おい、ホールケーキ。これ横とかはいいや、別になんかやらなくて。無理無理無理、そんな素敵見るよ、そんな店に。そう、店レベルを想定して。いや、別になんか やるだけだな。でも余ってるけさ。違う、なんか変な感じになってるじゃん。本当に大丈夫？うん、こっからですよ。あ、なるほどね。ここはクリームはここだけでいいんだ。はい。あとはこれやって、なんか空いてる箇所にやろうかな。ああ、はいはい。じゃあまず果物か。はい。じゃあ一回俺が持ってきた生ハムの処理だけ。これ光やったの？そうです、そうです。光やね。俺とは思えない選択だろ。ほんとだよ。シャインマスカット大臣が持ってきてくれたの。で、ちなみにこちら用意したのはこのブドウです。うわ、なんか美味しそう。秋っぽいね、うん。いいね。色もとりどりで。これ交互に置いてくるのどう？色もとりどりで。ああ！平野の大臣！食べてる。ぶどうね、うん、あ、いいね、交互に秋っぽいからね。こうやってやったらなんかちょっとお花みたいに、あ、かわいいやん、なるんとちゃん。めちゃくちゃいいやん。すげえな。なんかおしゃれになっちゃった。なんかふざけ、なんかちょっとふざけ入ってたけど、入ってたけど全然いいやん。いいね。あ、ちょっと俺これチョコプレートとしても使わなくていい？どういうこと？すごいこと思ってた。刻む？違う。これ
もう芸術みたいな、これ一回バンって割ってそのかけられかさっと あるよね、たまになんかこう割ってさ、もうそれが芸術みたい な, たいな、めちゃくちゃええやん。はい、はい、あ、いいよいいよ、いい割り方使ってくれ、これをこれを芸術に落とし込む、落とし込んで、え、めっちゃおしゃれ、めっちゃおしゃれじゃん、これ売ってるよね、うん、あ、え、でも一つだけ、俺の生ハムはどこにもないね。あ、分かった。生ハムはあれだ。あ、さらに、さらに、あの、おしゃれなやつあるやん、よく。ケーキにはもう触れさせてくれないんだよ。よくドレッシング、フランス料理とかさ、ね、ドレッシングこう、そう、あるけど、あるけど。やるかじゃん、それ。一回じゃん。そういうの。そうね、添えて。おい、チョコレートケーキ、生ハムを添えてにしよう。ちょっと半分だけ添えよう。ちょっと待って。え？ん、今の名前やばいね、チョコレートケーキの生ハムを添えてだいぶパンチあるよ、この話イタリア料理やもう、生ハムを添えてが巻いてな、うん、バラのように、あ、いいやん、ほら、はい、オーケー、おい、おい、かわいい、あれ、これもしかしてちょっとじゃあ変わるか、ということでチョコレートケーキ生ハムを添えて完成しました、こちらです、まさか、めちゃくちゃうまそう、美味しそう、芸術やん、マジで、これはもういただきましょう、うん、食べよ、食べよ、